ローガン・ジャレッド・オンドルーセックは、アメリカ合衆国、テキサス州、ラバカ軍ハレッツビル出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。2021年現在は、メキシカンリーグのユカタン・ライオンズ所属。NPB の東京ヤクルトスワローズに所属していた時期には、ローガン・オンドルセックという登録名を用いていた。ただし、名前の発音記号が、オンドルセックであることから、 オンドルーセクという表記が原音に近い。セントポール高校からマクレナンコミュニティ大学へ進学。2005年の MLB ドラフト13巡目でシンシナティレッツから指名されプロ入り。シンシナティレッツ時代2010年には4月5日のセントルイスカージナルス戦に4番手投手として MLB デビューを果たすと MLB 公式戦60試合に登板した。 2012年までは3年連続で MLB 公式戦60試合以上に登板。ただし、同年はフィップが5点台を記録するなど、投球内容が安定しなかった。2014年12月29日に NPB の東京ヤクルトスワローズと契約したことが球団から発表された。推定年俸120万ドルに、出来高の条件を付けた1年契約で、 背番号は58。登録名はオンドルセクで2016年の契約選択権を球団が保有していた。2015年にはクローザーのトニー・バーネットにつなぐセットアッパーとして一軍公式戦72試合に登板。セントラルリーグ1位体の33ホールドとリーグ2位の38ホールドポイントを記録するとともにチームのリーグ優勝に貢献した。 この活躍によって、シーズン終了後には、球団との間で新たに一年契約を結んだ。2016年には、バーネットの遺跡を背景に、クローザーへ転向。セパ交流戦が終了した6月下旬の時点で、3勝1敗、2ホールド11セーブを記録していた。ヤクルト対談騒動2016年6月26日の対中日ドラゴンズ戦で、 3点リードの9回表から登板したところ、中日打線の連打や左翼手のヒアコン渡るの失策などから同点に追いつかれて救援に失敗。この回限りで降板すると、首脳陣やチームメイトに対して、ベンチ内で悪態をついたり暴言を吐いたりするなどの行為に及んだ。そのため、試合中にもかかわらず、一軍監督の真中光からクラブハウスへの引き上げを命じられた。 オンドルセクはチームの外国人選手のリーダー格だったバーネットの対談以降傍若無人と受け取られかねないような振る舞いをたびたび示していた。球団はそのことも背景にこの試合におけるオンドルセクの態度を問題し、翌6月27日にはオンドルセクの出場選手登録を抹消するとともにオンドルセクを無期限の自宅禁止に処した。オンドルセクは 6月29日に、球団幹部へ謝罪したことで、自宅禁止処分を解除された。解除を機に2軍の練習へ合流したが、球団から有給休暇を取得した上で、7月17日に、家族のアメリカ帰省へ同行。帰国後には、首脳人との対立から精神的に立ち直ることが、困難という理由で、代理人を通じて球団に対談を申し出た。球団では、 この申し出を受理した上で、7月21日に、オンドルセクトの契約を解除することを発表。同日付で、ウェーバー工事の手続きに入ると、27日に、NPB から、自由契約選手として工事された。2016年7月29日に、ボルチモア・オリオールズとの間で断念のメジャー契約を結び、契約後には9円、休だが、 防御率が6.75に達するなど振るわなかったため8月11日に参加 AA 級ボーイベーソックスへの降格を命じられた。8月25日にメジャー復帰を果たしたが当日のタイワシントンナショナルズ戦で1回を投げて3、失点を起死したことから MLB 公式戦での防御率が9.95にまで悪化し、球団は故障者リストに入っていた。 救援当手の TJ マクファーランドを8月26日付で MLB25 人枠へ復帰させるため戦力外となった。8月30日に40人枠から外れ AA 級ボーイに降格し11月4日に FA となった。12月13日にはメジャー契約で再び締結したことが球団から発表された。 年俸65万5千ドルの単年契約で20試合以上の当番で10試合ごとにつき10万ドルの出来高が盛り込まれた。さらに2018年の年俸150万ドルでの契約延長オプションを球団側が有することになった。2017年3月15日に自由契約となった。2018年3月27日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結ぶが、 7月17日に解雇となる。7月25日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。2019年2月6日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2021年2月19日にメキシカンリーグのユカタンライオンズと契約。 平均球速約時速 149km、最速時速 157km の速球を投げる。93から96マイルのフォーシームとツーシーム、90から95マイルのカッター、77から82マイルのカーブの4球種がメインで、他にチェンジアップとスライダーとスプリットも投げることがある。2013年頃からスプリットの投球割合が増えており、 脱産心率、予死休率、フィップ等の各数値が大きく向上してきている。老眼オンドルセクに関するカテゴリー、ありがとうございます。